緑の素敵なスカーフが出ました。今から指輪を出してご覧に入れます。はい、指輪でございます。もう一度やってみます。あ、綺麗な花が出てまいりました。今日は袖花の使い方と保管の仕方を解説いたします。全部で4項目。こちらのシルクから出現する方法、それから何もない手から出現する方法、3つ目はこの袖花の保管の仕方です。4つ目は補修の仕方。はい、この4項目を今日は解説いたします。まずですね、どんな風にして袖花って出したらいいのかなってよく教室などで質問されます。はい、ですね、まあ袖にね、袖花っていうのはセットするんですけども、このようなですね、はい、サポーター、これを活用するといいと思います。まあゴムね、こういうゴムでもいいんですけども、はい、ゴムですとね、ずれたりなんかしますよね。で、このサポーターですと結構しっかりね、止まります。それからもう一つはですね、こう時計なんかね、それからブレスレットとかやってるとそこへ引っかかったりしますから、袖花をやるときは、はい、外しておいた方がいいです。セットの仕方、必ずこちらのですね、はい、このつまみのある方から入れていきます。この腕のね、中側の方ですね、こんな風な感じで入れます。そうすると花がこちらにこうまとまってて、でこのぐらいだったらね、曲げても大丈夫です。このぐらいだったら、ですからこうやっとけば演技の途中からでもこの袖花を出すことができます。じゃあまずですね、シルクを使ったやり、シルクハンカチね、これを使ったやり方です。裏表を改めまして、で左に袖羽がありますから、左の手に乗せます。そしてつまみまして、この袖羽の一番ね、はい、先端のところをつまみまして、これでこう引っ張り出すのではなくて、袖の方を引き抜きます。ね、そしてそうするとあたかもこの空中からね、この花が出てきたように見えて、とっても綺麗ですよね。はい、こんな風にやってください。まあ名前が袖花ですから、袖の方が先ですね。袖、そして花と覚えておいていただきたいと思います。次は空の手から出すやり方ですね。空の手から出すときには、はい、ワン、こっち向いてるとやりにくいですから、必ずこちらの方、少しね、斜め右側を抜いて、ワン、ツー、スリーの時にここに親指を入れて、そして出してくると一瞬でこう花が出たように見えます。はい、このように、まあシルクのこういうハンカチを使ったやり方、このシルクは大きさは60センチです。まあ、なるべく大きい方がカバーができてね、やりやすいと思いますので、そんな風にして出してください。でこの花の出し方、やり方については、マジックファンタジアっていうマジックショップの道具を売ってるショップがあるんですけど、そこでですね、渋谷啓太さん、プロのマジシャンですけど、その方の DVD が出ております。その方の DVD ですと何種類ものやり方が
載っておりますので、そういうのを参考にされるのもいいと思います。はい、とってもいいね、あの華々しいマジックで、はい、ぜひやってほしいです。特にあのステージマジックとかサロンマジックやる方はね。あと保管の仕方ですが、あの保管の仕方はこういう紙にね、巻いて、そしてこういうあのビニールの袋に入れて保管するという方法もあります。あと補修の仕方ですね。あの長く取っておきますと中でこう縮こまってしまいますね。そしたらここにお湯をついで、で湯気でね、湯気でこの毛花をふやかして、そしてまたあの綺麗なね状態にしてください。はい、で補修はですね、あのこれ一輪一輪ね花大事ですから、あの取れたらセロテープで貼り付けるとか、あの糸でねあの巻いてまた取り付けて使っていただくと長く使えるマジックの道具です。はい、ということで今日はシルクからの袖花の出現、それから何もない手からの出現、それと保管の仕方、はい、それから補修の仕方を、説明いたしました。まあためになってよかったなっていう方はいいねボタンを押してください。じゃあまた次回もお楽しみに。